最近アメリカのトランプ次期大統領がですね、アメリカ人の雇用を増やせと、アメリカ人の賃金を上げろということで、いろんな圧力を加えておりまして、この前はトヨタ自動車のメキシコ工場についてですね、苦情を言ったと。アメリカは NAFTA っていうですね、自由貿易協定がありまして、北アメリカ大陸でですね、アメリカとかカナダ、それからアメリカ合衆国は相互に輸出とか輸入するときに関税が基本的にないんですね。そうしますと、アメリカ人よりかはメキシコ人の方が賃金が安いってことになると、企業はアメリカに工場を作るよりかメキシコに工場を作って、人件費の安いところに作って、そしてアメリカに輸出するってことを考えるわけですね。これがトヨタのメキシコ工場だったと。これをこう世界中で見ると、まあそれは人件費の安いところで作ればだんだんその国の人件費が高くなるからいいじゃないかってことになるんだけども、アメリカ一カ国から見れば、アメリカで使う自動車を隣のメキシコで作ると、なぜかったら関税がないからだってことになると、なんか騙されたっていうか、それはないよと言いたくなる。だけどこれはまあ経済的にはもしかするとアメリカにとっていいかもしれない。雇用はなくなるけれども、その代わり自分たちが作るよりか安い自動車が入ってくるわけですから、ある意味で豊かになる。で、豊かになる人は、トヨタ自動車がメキシコに、その工場を作っても、仕事がある人は、そういうことが続いても仕事がある人は実はいいと。ところが、アメリカに、トヨタの工場ができる、世界中にマクドナルドができる、それからそのアマゾンとかそういうところも外国にその事務所を作るってことが続くと、例えば簡単に言えばアメリカでの雇用が半分になっちゃうと。そうすると解雇された半分の人ってのはどうなるかって、今度失業すると。この失業するとどうなるかって言ったら、アメリカは働いてる人が失業保険を出すと、こういうことになりますね。出すのは失業してない人ですからね。それからやっぱり失業者が増えると社会負担が増えるんですよ。例えば犯罪が増えるのが普通なんですね。そうするともちろん一日ブラブラしてるわけですから、どうしても犯罪が増える。そうすると事件が起こる。そうすると弁護士を雇わなきゃいけない。これに連鎖的に起こりますね。これが起こったのが1980年代のアメリカで、マクドナルドとかそういったグローバル企業っていうのが安い労働力を目指して外国に出る。そこからやや安いものを入れる。だからアメリカ全体は安いものを買えるようになったように見えた。だけどアメリカの中では失業保険を出す。この失業保険というのがもし、失業保険は普通に勤めているよりか少し安いんですが、同じ失業保険を出したとすると、アメリカの人件費を節約したように見えて違うことになるわけですね。余計に払うというか、例えばそれは1980年代っていうと日本とかそういうところにこう作ったわけですけれども、現在例えばメキシコにトヨタ自動車の工場を作ると、本来アメリカに作るべきもんだとしますね。そうしますと、そのアメリカから見ると、そのトヨタ自動車が海外に作ったおかげで失業した人の失業手当を払う保険を払い、それからメキシコ人の人件費も払いますからね。だから必ずしもアメリカにいいということではないとも言えるわけですね。まあ、これで1980年代からアメリカの特に製造業の力が失われて、結局アメリカは銀行だとか、まあそういうものだけが残ったとも言えるんですね。またこれもなかなか評価が難しくて、その方が産業構造が早く転換できたのでいいという評価も実はあるわけですね。ところで、まあ、その会社はなぜ、社会に存在するのかというと、これはもうはっきりと2つのタイプがありまして、1つは日本型です。日本型の会社の構造というのは、日本人のために会社を作るという思想ですから、まあ、従業員のための会社ですね。ですから例えば私が勤めていました化学工場もそうでしたけども、化学工業もそうでしたけども、従業員のために、会社が成り立っておりました。したがって、従業員の給料を上げること、従業員が安定して仕事ができることが会社の目的で、私たちが新しい事業をするのはあくまでも従業員のためだったんですよね。
だからものすごく手厚かったですね。住宅を借りれば、まあ、住宅手当っていうのは当時でも5万円ぐらいくれるし、会社では運動会もあり、家庭で問題が起これば、全部会社は世話してくれるし、その人が亡くなったら会社ぐるみで葬式をやると、まあ、そういう、まあ、従業員というかその日本人のための会社だったわけですね。もちろん終身雇用であると、この会社のタイプはですね、社員というと普通は従業員のことを示すわけですね。それから、そこに出資してくれた、まあ、例えば株主だとか銀行だとかお金持ちがお金を、活動資金を供給してくれるんですけども、その人には配当とか利子とかいう形で払って報いるというそういう形ですね。もう一つはアメリカ型で、アメリカ型はまああの奴隷がいましたからね。日本には奴隷がいなかったから会社っていうのは日本型の会社になるんですけれども、アメリカは奴隷がいましたから、まあ、いわばお金の奴隷としての従業員なんですね。ですから株主がお金を出し合って会社を作り、経営者を決め、その経営者っていうのはまあ日本みたいに従業員から社長になるんじゃなくて、経営者として外側から来てて、そこで従業員を雇うと。それでまあ従業員がいらなくなればすぐ解雇すると。だから契約でやると。それで目的はっていうと、お金を出した人に高い配当とか利子を出すために仕事をすると。そうなると今度は、従業員の賃金はできるだけ抑えようと、こういうことになりますから通常低賃金になるわけですね。まあ、現在の日本の企業は、日本型のような顔をしててアメリカ型ということで、経営者はなんとかホールディングスなんていうのを作っちゃってですね、あれはあの従業員を奴隷化した会社という意味なんですけどね、あの、なんとかホールディングスってみんな名前ついてますよね。あれはみんな、従業員を日本型の従業員のための会社から従業員を奴隷化する。したがって賃金を低く抑える。それからあのこの頃よく言われるように会社の中に、内部留保っていうお金を貯める。本当は稼いだのは儲けたのは従業員が儲けたんですから、従業員にできるだけ還元しなきゃいけないんだけど、それしない。それからしかも儲けたドルなんかを海外に投資してしまう。この海外に投資するのはひどいことでですね、例えば、ある会社 の交通関係の会社がですね、輸出によってかなりのお金を取ったと。それでドルでお金があると。それを円に換算したり、ドルのまま外国から物を買って日本に高速道路を作れば、その外貨で作った高速道路を日本国民が利用できるんですね。ところが最近では外国に投資しちゃうんですよ、ドルだから。そのままそうすると外国に高速道路を作る。そうすると日本人が働いたメリットを外国人が高速道路を使うって、こんななっちゃうんですね。ですから、まあ、ビルもそうですね。例えばニューヨークのビルをどこぞの会社が買ったなんてやつは、まあ、典型的な。そうですね、そのビルをその会社が保有してても、そのビルを使うのはアメリカ人ですから、日本人が働いてアメリカ人が快適なビルに住むと、こういうことに、まあ、なってしまうわけですね。で、私は今度のトランプさんの発言、トヨタ自動車は非常にいい対応をしましたが、もう一度ですね、会社は階層性のない、階級性のない日本ではやっぱり日本型の会社が正しいでしょうね。まあ、アメリカはアメリカで勝手にやってくれと、奴隷もいたんだし、マネーマネーと言ってるわけですから金本位でいいけども、日本は金本位じゃないんですよ。やっぱり会社の存在価値は日本人が幸福になるためですからね。この際私は、ここをよく考えて、現在、アメリカ流、つまり奴隷制度がある国での会社の在り方、なんとかホールディングスといったらですね、今度からみんなで、なんとか奴隷会社というふうに、言うといいと思いますね。現在問題になっている電通の事故なんかについては、労災事故なんかについては私はちょっと違う考えもあるんですが、まあ、基本的には電通なんかもですね、まあ、従業員を奴隷として使うという、そういうまあ根本思想の中に入ってしまったので、ああいう事故が起こったんではないか。もう一度従業員のため、日本人のための会社という存在価値を認めていいんじゃないかと思います。